お口開けてください。口元美容香織です。みんなプラセンタって知ってる？プラセンタ、美容に詳しい人やったら聞いたことあるんちゃうかな。プラセンタって胎盤エキスやねんけれども、赤ちゃんの栄養豊富な胎盤やで。せやからすごい免疫力あんのよね。ほんでそういうの歯医者さんでも使ってんねんで、歯茎に注射すんねんけどな。例えばちょっと歯周病で歯茎産んでんねんとかさ、なんか根っこの先に海溜まっててなかなか治れへんねんなんていう時も、やっぱり産むってことは細菌が悪さをしてる状況やからな。細菌をやっつけるためには免疫上げなあかんねんな。でプラセンタなんかを売っていくと落ち着いてきたりするわけよ。コントロールしていくのに使ったりすんねんな。プラセンタ売ったら炎症が静まるだけやなくって、この辺のシミが取れたり、肌のキメが細やかになったりとか、そんな栄光かも副次的に起こってくるわけよ。一石二鳥で、今日は前歯根っこが短くってちょっと産み始めてる、でも前歯にセラミックの A の入れてるからコントロールできるんやったらこのまま行きたいわっていうことで、プラセンタでコントロールしています。5分ぐらいで吸収しますね。なんかもないですか。はい、ありがとうございます。腫れることもなく綺麗な歯茎やったやんか。うまいことキープできてんのよ。海袋も大きくなったりせんと長持ちさせることができてるの。プラセンタを定期的にちゃんと打って、自分の免疫下がらんように、バイ菌をに負けへんように頑張ってるからやね。こんなんも歯医者さんでやってるから、ぜひぜひ相談してよ。チャンネル登録お願いします。高評価ボタンもよろしくです。またです。公式 LINE に登録していただいたら、綺麗な歯を保って一生過ごせるようになるために、私が監修しました虫歯予防のための PDF プレゼントしています。それから今は4人に3人が歯周病って言われてんねんね。そんな時代、歯周病予防のこともやっぱり知りたいやん。歯周病を確認できるチェックリスト、これもプレゼントしていますよ。さらにさらに歯医者さんまで来ていただいたら、セルフケアセットが詰まった南郷屋歯科にオリジナルポーチプレゼントしています。ぜひ公式 LINE を登録お願いします。口元美容チャンネル見ていただいて、私と一緒に二人三脚で歯を守っていきましょう。